った。初めてですかね。2回目、2回目だけどだいぶ前、だいぶ前、うん、2012年ぐらいだった。ああだいぶ前だね、うんうん、最初15分ぐらい約の時間かかります、ね、うん、今帰ったら11時5分ぐらいでも出来上がると思います、うん、はい、2回目以降は10分弱ぐらい、うん、あ2回目以降は10分弱ぐらい、あ、はい、わかりました。あとここにある調味料を使って、そうそう、大根おろしとか使って、大根も、ね、ありますね、うん、こっち大根もトッピング置いてます。あ、わかりました。で大根のおかわりもここ置いてます。はい。で味噌汁ね、うん、ありますから、うん、器の方にわかめ入れてもらって、うんうん、飲んでください。あ、器の方にわかめを入れて、うんうん、こっちに入れないでくださいね、わかめ、うん、あ、はい、はい、これはほな温まったらちょっと電気といて、うん、わかりました。これお水になってます。あ、お水ね、はい、これお湯で、あと食後にちょっとコーヒーも置いてます、うん、あ、食後お湯、いろいろ置いてあるんですね、はい、ありがとうございました。はい、はい、すいません、じゃあ焼けたら最後ね、お帰りの際にこのお膳のものとお座りあちらにセルフで返していただくことができますので、はい、直接かん焼きのタレとマヨネーズとケチャップ、醤油、七味、右の端にソース、右端何これ、これ、うん、これポン酢、ポン酢か、うん、これに大根おろし、どうぞ。もうちょっと待って。はい、今8分と23分ぐらいね。はい。2回目から10分弱ぐらい。ありがとう。もうすぐになった。調子がいちょっと向こうで見たら見えたんだけど。